安倍晋三首相、自民党総裁は2日午前、大津市内で開かれた自民党滋賀県連大会で挨拶し、立党以来の悲願である憲法改正に取り組む時がやってきた。9条の改正についても改正案を必ず取りまとめる、と述べ、自衛隊の明記を含む憲法改正の実現に改めて強い意欲を示した。首相は、多くの教科書が自衛隊の存在をめぐる、記事全文を読む、